キックオフとなります。松本山が対ロンドン FC。 さあ北澤さん、特に気になる選手がいましたら教えてください。ダニエル・アーベスですね、はい、圧倒的なスピードが持ち味の選手ですよね、しかもそのスピードが試合の最後まで落ちませんからね、これは相手にとって脅威になってくるでしょうね。ナノミさんはいかがでしょう。ダンパードですよね、はい、強烈なミドルシュートは圧巻ですよね、非常にキャプテンシーを持った人望の厚い男だと思います。はい、さあどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待してみてまいりましょう。したいですよ。ここはさあ抜けてきた。さあドログバ、松本山が先制、ワントラップしてシュート、見事でしたね。そうですね、まあシュートもそうなんですけど、次のプレーをイメージしたコントロール、ここが全てだったと思いますね。そうですね。さあロンドン FC、まだゲームの序盤ですが得点を許しています。いやいきなり来ましたね。今日は相手のパフォーマンスが良さそうですね。まずは守りの修正をしなければいけませんね。ここから組み立てていきます。ビデルからルーニー、オフサイドですね。ここで奪われます。よしも切り替えも早いですよ。ボールを奪います。ドログバが待っている。行きますか。このループシュートはどうだ。アイディアは良かったんですが、うまく足に当てることができない。アイディアとしては面白いシュートだったと思いますけどね。ルーニー、シャビエ、ね、さあどうだ、打てそうだ。ここは通りません。いい打球ですね。縦にボールを送ります。さあルーニー、さあどうだ、こぼれた。ロイスがコートアップした時のボールの置く位置が良くなかったですね。ここで奪われました。中央、素早いアプローチです。右サイドへ振って、捉えてしまったか。ここはディフェンスです。アウベス、踊るし、アイコン、スローインです。これをインターセプト。合わせる人間がいないですね。切り返して、あ、チャンスですね。あそこまでゴール前に人が集まってしまうと、シュートコースがなくなってしまいますよね。ランパード、本日ワンアシストです。ロイス、ファールに合います。ドログバ、奪ってからのショートカウンターが早いですよね。素晴らしいドリブルを見せましたけど、ちょっとサポートが足りませんでしたね、うん、そうですね。奪います。インデル、ロングボールで裏へ狙ってきた。ビダル、シャビエ、さあパスを受けて抜けてくる。1対1、チャンスですね。シュート、まだありますね。さあ打てる。ボールコントロール、
ここはクリアします。ボールを奪います。絶好の位置だ。フーリーシュート。いやーキーパーナイスセーブですね。ここは素早くマーク。狙いますか。抜けそうだ。抜ける。絶好の位置です。中央です。一旦キーパーに戻します。なかなか敵陣に入れません。ロンドン FC、 シャビ、ルーニー、ここはディフェンスです。ビダルからインデル、インデル、ランパード、ランパードからドログバー、打てますよ。奪われちゃいましたけどもね。抜けてくればもうチャンスだったんですけどね。ここからどう組み立てるのか。縦にボールをつないでいきます。いいオーバーラップですよ。ダニエル・ワウです。さあさあボールコントロールする。あーっとまだある。おお、これはクリアします。ラン、ここはカットされる。先ほどボールを決めている。ピエンリーニが呼んでいる。カバーニ抜けるか。ロンドン FC としては突破できませんでしたけどもね、はい、抜ければチャンスでしたからね。そうですね、今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね、はい、なるほど。マリアからのスルーパスをカットしました。ちょっと中途半端なパスでしたよね。前を向かせないで演奏してますよね。ここで前半終了を告げるホイッスル。前半終え1対0。さあ北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。素晴らしい立ち上がりでしたね。はい、キックオフしてからすぐ自分たちのペースに持っていって、しかも点に結びつけた、うん、ええ、狙ってやろうと思ってもなかなかできないことですからね、はい、さすがといったところですね。そうですね。布陣の変更、フォーメーションの変更、選手の起用、交代、監督はどのような采配を見せるのでしょうか。松本山が1点先制して前半を折り返します。さあ後半すでにキックオフしています。さあ見てまいりましょう。ビダルがちょっとファーストタッチの収まりが悪かったですね。いいカットですね。ディマリアからインデル、奪われます。追っています。カバーニからルーニー、シャビエ、しっかり寄せてますよね。前が来ましたね。インデル、いいですね。いい切り替えですね。つなぐことができませんでした。オフサイドですね。まあ今はオフサイドでしたけどもね、飛び込むタイミングは悪くなかったですよね。奪います。ルーニーへのパース、見てますかね。ルーニー、ボールがこぼれる。惜しくも奪われました。いや展開早くなってましたね。ランパードからドログバー、奪います。さらに前に行きたい。このボールはつながりません。シュートゾーンです。シュートチャンスだ。
ビダル、ビダルからブーニー、サーブフリーですね、取られます、バルガス、このパスを受けて縦にボールを送ります、フラッグは上がっていません、このチャンスですよ、ボールをコントロールする、抜いていく、この試合初めてのコーナーキック、コーナーキック、ここはつながりません、おっとこれはどうだ、ディマリア、マイコン、シュート、守れば勝ちなんですけどね、強気な姿勢が素晴らしいですよね、誰に当ててくるのでしょうか、コーナーキックどうだ、これは合いません、ボールを取ります、シャビエ、ボールを奪います、後半20分経過です、これは合いません、答えがあるようです、この時間帯で彼が投入されるということはチームに安定感をもたらすという意味合いが大きいと思いますね、さあドロップから走り込んできますよ、オドルスキに渡る、行ってますかね、シュート、いやファインセーブですよね、素晴らしいですよね、イニエスタ、高いディフェンス、ウチニッチ、いいタップですね、リューニーに渡る、抜けてきた、1対1、ここで同点になってしまうというこの試合展開です、いや追いつきましたね、これはパスミスからの失点ということになってしまうんでしょうか、まあそうなってしまいますよね、少しもったいない割れ方でしたよね、うん、そうですね、中盤でのつなぎがうまくいかなかったところからの失点ですから、ええ、ちょっと残念ですよね、さあロンドン FC ここで追いついています、ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、ええ、実際ビッグチャンスをそう簡単に作れませんからね、はい、このチームともここっていう時に決めてきてる結果なんですよね、そうですね、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん、前半と比べると前線のパスがよく通ってきますよね、攻撃のスイッチがうまく入ってきてるなっていう感じですね、ここはディフェンスです、んーカットされました、ビダルからルーニー、上がってきますよ、このドリブルは効果的ですよ、これルーニーのシュート、ロンドン FC、 ビダル、後半に入り1点は追うという状況です、早く同点に追いつきたい、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか、まず1点取って同点にしたいですよね、1点取ればこのホームのサポーターも盛り上がってきますからね、ムードが一変する可能性はありますよね、サイドスローインです、シャビ、ビダル、ビダルからテーベス、いいパス出ましたね、ランパード、縦にボールをつないでいきます、いやサイドから一気にチャンスになりそうですね、中いますよ、シュート、
こういうのを気をつけるとこですよね。決めとければね、追いついたわけですから。ブチリッチ、これは取られます。テベスに預ける。どう展開していくのでしょうか。中央、イグアインに渡る。ここは拾いたいですね。キーパーと1対1、チャンスだ。シュート、クリアします。いやー、しかしキーパーよく止めましたね。ルーニーからイグアイン、ゴール。ロンドン FC 突き放します。打つなら、いや入るならここというギリギリのところ決めてきます。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、この采配は大当たりでしたよね、はい、監督の期待にしっかり応えてきましたよね。そうですね。さあ、ロンドン FC、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。いや、この時間帯でのこのゴールは大きいですね。ここからはもうチームとして時間を進めていくという感じになりますよね。スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。これはね、いいスペースで落としたボールですよね。わかります。ルーニーからテベス、上です。3対1、非常に拮抗した試合展開だったんですが、惜しくも逆転負け。七海さん、本日のゲームいかがでしたか。何もやらせてもらえなかった90分でしたね。ただこれを引きずらずに、もう一度チームが一つになることが大切だと思いますね。はい、ありがとうございます。今前半キックオフです。ロンドン FC 対松本山雅、解説七海さん、そして北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。本日はよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前半すでにスタートしています。ロンドン FC 対松本山雅、まあ、両チームとも積極的に攻めていくと思いますからね、非常に楽しみですよね。ゲームの序盤どう動いてくるんでしょうか。さあ、ご覧のように試合はすでに始まっています。ロンドン FC 対松本山が、まあ、しっかり守って少ないチャンスをものにするという試合展開になると思いますね。試合はどのような展開を見せるのか。決死のクリア、打つ、遠目から打つことで相手ディフェンスも少し前がかりになってきますからね、はい、今みたいな選択も大事になってきますよね。なるほど、奪います。ロイス、さあこの攻防、ここへ抜けてくる。ロンドン FC としては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね、はい、今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね、はい、なるほど。ここはディフェンスです。江藤、しっかり寄せてますよね。抜け出しました。シアン、七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。ロンドン FC としては今のところ主導権を握れているなという印象ですね。しっかりシュートまで行けてますし、相手にシュートを打たせてないですからね。アウベスへ、12分経過。さあ、江藤、ボールを奪います。ランパード、いいカットですね。抜けるか、ボールを奪います。アレックス、
アレックス。とはこれ自らなんですよね。シュバインシュタイガー、ポドルスキ、奪われる。ここはディフェンスです。エスティガリビア、バルガス、エスティガリビア、ランパードからポドルスキー、結局このロングシュート精度を欠きました。こういう武器もあるぞっていう意味では非常に効果的な一本になると思いますね。さあ立ち上がり、まだ両者に得点はありません。どう展開していくのでしょうか。柔らかいボール、オープンなゾーンだ。中一枚ですね。ヘッド、いやーもうギリギリクリアっていう感じですよね。いやーキーパービッグセーブでしたよね。ここで奪われました。前を向けるか、これをインターセプト。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ロンドン FC としてはシュートも打ててますしね、試合も優位に進めてるんですけどね、最後は決めきれないですよね。少しストレスがかかってくるかもしれませんね。弾きます。これは少し合わなかったんですけどね、中ずっと揃ってましたからね、いいサイド攻撃でしたよね。ランパードシュート、ヒエッリーにビダル、前線へのボール、おお面白い。さあどこに出してくる。これは奪われました。ファールでしょうか。サンティ、エトーが待っている。抜ける、抜けますよ。チャンスですね。まだある。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。いいインターセプトですね。おお面白い。フッキーが待っている。狙いますよ。フッキーはペナルティエリア付近でボールを持っているときはさまざまな選択肢を持っているので脅威だと思いますね。つなぐことができませんでした。奪います。アレックスからランパード、出るか。このループシュートはどうだ。ループシュートでしょうか。うまくボールを浮かせることができませんでした。冷静にキーパーを見ていましたけど、ちょっと最後うまく足に当たりませんでしたね。さらに前に行きたい。右サイドへ振って、チャンスだ。さあここにアウベス、緩いボール、エトーから一旦戻します。打てるでしょうか。チャンスだ。打てますよ。打つ、ゴール、先制。最後はキーパーと勝負という場面でしたね。この辺の1対1を冷静に決めてくるところが素晴らしいですよね。先制ゴールが決まりました。1対0。いや決めるべき選手が決めましたよね。これによってね、はい、チームどんどん波に乗っていくんじゃないでしょうかね。そうですね。これは合いません。
に渡る。開きましたよ、前抜けますかね。シュートチャンスだ。これはどうだ。あー出てましたね。先ほどゴールを決めた選手、カットです。さあパスを受けて切り返して、アレックスが呼んでいる。ランパードから復帰、エスティガリビア。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。ナイスカットですね。今狙いましたね。サイドのスペースを使います。打ってますよ。シュート、松本山がここで同点に追いつきました。ちょっとどうしたんでしょうかね。ここでフリーで打たせてはいけません。最後ディフェンダーのアプローチが甘くなってしまいましたよね。まあでも相手のパスも見事でしたけどね。同点に持ち込んでいます。さあ白熱した前半、今45分を終了しました。見応えのある好ゲームです。さあ前半が終わりました。前半からゴール前のスリリングな局面が多いですよね。そうですね、決定力がないのは残念でしたけど、まあ、後半も積極的なサッカーを期待したいですよね、はい。サポーターの期待に応えられるのはどちらのチームなのか。前半を終え1対1、同点で後半へと折り返します。さあ後半すでにスタートしています。松本山が巻き返します。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。ちょっと最後のマークが甘くなってしまいましたよね。ただ相手のパス、ポジショニングも良かったんですけどね。今日2点目です。待望の1点をもぎ取っています。逆転するためのサッカーに切り替えてくる。ここで再び同点になりました。試合展開全く読めません。いやーまた追いつきましたよ。フェイントを入れてシュート、ゴールでした。ディフェンダーを揺さぶってコースを開ける、すかさずシュートを打ってきますからね。そうですね、イメージ通りのシュートだったんじゃないでしょうかね。はい、今日2点目のゴールです。さあロンドン FC、 ここも食らいついてきます。もうこのレベルになってくると、一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんからね。そうですね、それを確実にものにできた方が最終的に勝者となるんでしょうね。はい、江藤からカバーニ、ボールが収まりません。ここは通りません。これは通りません。さあ前線へ、ランパードからポドルスキー、ここで取られました。復帰へ、これは取られます。さあカウンターを仕掛けます。ここまでで両チーム2点ずつ同点です。江藤へマッチアップ、上げてくるか、低いボールを入れる、そのまま打つ、ゴール。試合をひっくり返します。
ディフェンスの寄せになっていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、うん、フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。なるほど。さあロンドン FC、 このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。やはり決めるべき選手が決めると流れに乗りますよね。そうですね、どんどん決めていってほしいですよね。はい、ウッキがペナルティエリア付近でボールを持っているときはパスなのかさらに抜いてくるのかトリッキーなプレーをしてくるのかわからないし、しかも速いですからね、脅威だと思いますね。ロンドン FC、 ここは難を逃れます。誰に当ててくるのでしょうか。コーナーキックどうだ。ここはつながりません。さあ一気にカウンター、サイドウェイスルーパス、いいオーバーラップですね。いい飛び出しでしたけどもね、ほんのちょっと出るのが早かったですよね。サンティボールを奪います。これは奪われます。抜きに行きます。奪われました。シュバインシュタイガー、バルガス、この試合アシストを記録しています。いやー面白いな。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ロンドン FC としては前半と比べると前線のパスがよく通ってきますよね。攻撃のスイッチがうまく入ってきてるなっていう感じですね。インターセプト、カウンターですよ。当てのボール取んなかったですけど大きな揺さぶりですよね。こぼれている。松本山が再び同点、再び追いついています。いやこのゴールでお互いさらにファイトする見応えのある試合になりそうですね。おーこぼれてますね。おーチャンスですね。中いますよ。当たります。狙いますか。カバーにから A と行ってきますよ。ゴール、ゴール、ゴール。ロンドン FC、 シュバインシュタイガーロングシュート。今のは入りませんでしたけどまだ時間ありますから頑張ってほしいですね。長友へ。さあロンドン FC、 1点リードというゲーム展開、後半追加点が欲しいところでしょうか。セルヒオ・ラモス、長友へ。長友、江藤からイグアイン、ボールが渡る。中3枚いますよ。2枚ですか。つながりません。中央前線へ出す、ヒエリーニが呼んでいる。サンティ受けます。一旦キーパーに戻します。江藤へ、奪われます。ボールがつながる。オフサイドですかね。少しオフサイドになる回数が多くなってきてますよね、はい、もう少し攻撃にバリエーションがあった方がいいかもしれませんね。なるほど。
これを奪います。1人出てきましたね。それ使えるのか。さあ打てるか。このパスはキーパーへ。サンティテーベスへ。ここからラインの裏ですね。さあ抜け出した。セルヒオロモスゴール。ロンドン FC ダメ押しゴールとなるのか。とてもゆっくりと時が止まったかのようにゴールへと入っていきました。さあロンドン FC、 これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。これで2点差ですからね。もう時間もないですから、これが試合を決定づける1分になるかもしれませんよね。おーっと面白い。カバーにからテーベス、シュートに行くか。時間の使い方も大事になってきますよね。コーナーキック、ランパード、ビッグワイン、テベスに渡る。テベスシュート、まだありますよ。ワンタシュートが押し込むか。ゴール。ロンドン FC これで3ゴール差になります。弾いたボールきっちりと押し込みました。いいところにいましたよね。覚えたらどうするかっていうことをあらかじめイメージしているからこそあそこにいられるんでしょうね。さあロンドン FC3 点のリードでリスタート。あー直撃、チャンスですよ。上げるか、ボールをコントロール。さあシュートに行くのか。惜しくも奪われます。いや拾いますね。ボールをコントロールする。そして今試合終了、6対3、ロンドン FC 大逆転。七海さん、見事な逆転勝利という結果で試合が終わりました。お互いに自分たちの時間帯がありましたし、本当面白い試合内容。